こんにちは。こんにちは。ちょっとすいませんね、急なんですけど。ほら、みーちゃん、よいしょ、にゃんちゃん、かわいい、顔ちっちゃいね、あなた。にゃんちゃん、ハロウィン、そう、ハロウィン仕様になってるの、今。コンサートで丸うちわ。ねえ、丸うちわ、知ってるよ。丸のうちわ、丸って書いてあるうちわでしょ。皆さん、ちょっと遅くなりましたが、武道館、3日間ありがとうございました。いやー、そうですね。この、武道館の練習、今日はね、ちょっと朝から大学へ行ってたんですけど、この後もちょっとお出かけする、あるところに行くんですけども、あのですね、このそう、なんて言うんだろう、この3日間のためのレッスンとかリハが、結構大学とかもあったので、ちょっと大変な時もあったんですけど、なんとか乗り越えましたね。ピューロランドじゃない、ピューロランドはね、こないだったからね。そうなんですよ。なんかさ、今日ね、こういうちょっとに、なんか厚にニットっていうの、これ、こういう生地だけど半袖でなんか厚くなるって聞いてたからね。で、それで羽織るもの着ていったんだけど、なんか半袖だったら寒かったし、でも逆に厚着したら暑いなっていう感じの天気だった。大丸行った？だって、今じゃがりこ食べてます。皆さん、武道館どうでしたか？私のね、うちわとかもね、ありがたいことに、そう、新チームコンサートはユニットで天国野郎やりました。でもね、リハからね、千織さんが面白くて、ひなっぴさん、たくさんバラありがとうございます。ひなこさん見つけました、だって見せてくれたってこと、武道館でじゃがりこください、あげる。席後ろだったが、ひな子のうちはぶん回し
面白すぎる。でも確かにもうねめっちゃいるから、なかなかね見つけようと思っても。仕事場でひなこちゃんの配信大音量で聞いてるのさすがに、それはさすがにやばい。私の声が仕事場で響き回ってるってこと？どんどん都会の女になっていく、ひなこ都会の女かなに見えるだけじゃない？多分そう見えるだけや。これ可愛くない？みゅんちゃん、皆さん、見てください、この可愛い。割とすぐどこいるか分かってる。え、佐々木さん嬉しい。そうですよね、私はでも見つけやすいんじゃないですかね、だって前髪がないんだもん。見つけやすかったですよね、きっと。そういう意味では前髪ないから。ひなこほとんど前列にいたの嬉しかったらって。確かに私あんまり壇上っていうんかな、あんま使わなかった。先輩にひなこ見せたらおしゃれな顔だって。嬉しい、おしゃれ。こんなのつけちゃって。前髪と目力、目力？マジ？マジ？とか言って。え、前髪、目力で分かる方ってあんまりいなくない？嬉しい。こんなんやったんかな。なんか疲れてる、にゃんちゃん。にゃんちゃん、お眠です、この方。じゃあにゃんちゃんの特技見せてあげましょうか、皆さん。にゃんちゃんの特技ね、ちょっと、聞いといてみんな。これバンされちゃう。あんま興味なさそう。あんま興味なさそう。特技、にゃんちゃんの特技、これ。おお、やりすぎた、すごいでしょみんな。おおって言ったら言うの。
あおー。あおー。やだ、もうやめようね。かわいいでしょう。これ特に喋ってる、むせちゃうからもう終わり。今お昼寝のね時間だからね。かわいいでしょう。似てるねってどういうこと？かわいいですよね。多分前世ひな子で。どういうこと？ちなみにどういうこと？ちなみにちなみにどういうこと？熱がだんだん鼻上がって、おでこに手をやればすぐわかるでしょ。生まれてから出たことないポート。ドゥ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 。疲れなかったらまた切なくなる。この世はバラ色なんて絶対嘘だって思うわ。あの武道館が3日目終わった。てか聞いてください、トムさんが卒業発表したんですけど、私裏で聞いてて、えっみたいな、もう涙。だって聞いてくださいよ、なんかその日にその卒業発表するその午前中とかね、そのリハ、会場リハとかやってる時に話してたの、トムさんと。なんか「ひな子今なんか何歳なんだ、何歳だっけ？」みたいな話してて、で18歳みたいな感じで話してて、今年19って言って、じゃあ20歳まで来年あと1年ぐらいでねみたいな話をしてたんですよ。そうだから私が20歳になるまでトムさん待っててねっていう話をしてて、そう、トムさんが「あ全然待ってる待ってる」みたいな言ってたのに、あれですよ。だから私はそのコンサートが終わったあとトムさんにお叱りをしました。悲しい。悲しいですね。で父さんとやっと仲良くっていうか、今までずっとお話とかもしたことなかったし、チームが一緒になるまでは。トムさんには言ったけど、ちょっと最初怖いなっていうイメージがあったんだけど、全然怖くなくて本当に優しくて、一緒にご飯も食べに行ったしっていうあれなのに、なんかいろいろ映っちゃって。うん、うん、ちょうだいわ。
ちょうだい。ちょうだいは？ちょうだい。ちょうだいは？ちょうだい。ちょうだいして、ちょうだい。ちょうだいは？ちょうだいちょうだいよ。ちょうだいちょうだい。うん。爪かわいい。だってこれやってもらったんだけど、チークネイルめっちゃうまくない？そう、7日だっけ。7日はね、エイトの活動休止っていう発表がありましたね。そう、私たちはうん、それの、まあ、何日か前ぐらいかに知らされてたんですけど、うん、悲しい、まずは悲しいって感じですかね。うん、うん、悲しい。でも、うん、私は途中から加入させていただいて、エイトメンバーとはすごく仲良くなって、いろんなことがありましたね。ツアーも行ったし、島根ツアーはねできなかったですけど、もう先にねあれだったので、でもまだ解散じゃないから、そう、みんな言ってるかもしれないけど、これは解散じゃないから、またねいつかあるってことですよ。急にあるかもしれないから、まあ悲しいけど、だからって言ってもう下を向かずにね、これから兼任先のチームですよね。私はチーム K なんですけど、でもチーム K も最近すごく楽しいし、なんか最初なんて本当に私絶対無理な、本当にこれチーム B の時も最初思ってたんだけど、絶対馴染めない、無理だ無理だって思ってたけど、やっぱり今になってすごく楽しいしっていう感じなので、チームメイトなくなってすごく悲しいけど、そのまあチーム系とかそれぞれ個々のチームで強くレベルアップして、またみんなで集まった時に成長した姿をお見せできたらなと思っております。うん、でみんなびっくりしたんじゃないかな。みんなびっくりしたよね。それはびっくりしたよね。でも絶対いつかは来るって思ってたから、それがついに来た、この間来たっていう感じですかね。チーム K の声もいつか見に行くだって。見に来てください、佐々木さん。私チーム K はそうだね、うん、チーム系予定が合えば見に来てください。見に来るって時を教えてください、ぜひ。
すが大学生しっかりしてないだって。おお、そうですか。そう、私もね、もう大学生後半、大学人生後半ですからね。最近は大学いろんなことがありますよ。誰なかった、あ、また切なくなるこの世はバラ色なんて、絶対嘘だって、うんうう、いつだってみんなで触ってた、初めて幸せだ、大人っぽくなったもんだって。そうかな、丸うちは持っていくだよって。すぐに付き合う。出会った頃に比べたら綺麗な大人っぽくなった。まあ出会った頃に比べたらそうかもしれない。私つい最近髪の毛黒くしたんだけど、なんかもう茶色いね。地毛が茶色いんですよ。そう、なんか最近ハイトーンにするね、メンバー多いですよね。みんなはどっち派？私髪色何が似合う？あ、なんかさっきコメントで、そうだ、もぎさんとのエピソード、もぎさんはね、最近ね、やっぱチームが違ったから話す機会なかったんですけど、そう、あの、私楽屋が、私ゆうなと隣で、でその前がトムさんが座ってて、なんか K とかで別れてたんですけど、だからもぎさんが来た瞬間、もぎさんここって言ってトムさんの隣行かせました。行かせました。うん、おじさんはね、面白いです。うん、面白い。でも結構武道館のリハ期間で距離が縮まったメンバー多いですかね。初見に近いけど今のビジュアルは強いですよね。本当ですか？強いですか？なんちゃんの髪ね、びっくりしたよね。私もびっくりした。ハイターンしてみたいだって。死ぬまでに一回はって感じかな。でも今はちょっとあんまりって感じかな。顔濃いから何でも似合いそう。本当に K のボスだね。そう、なんかトムさんがてっきりボスだと思ってたんだけど、トムさんはいや、私はモジモジだと思ってるって言います。いつも言う。これいつも言う、トムさん。トムさんに K のボスって言ったら、いや、私はモジモジだと思ってる。明日時間来そうだから大丸東京行ってくるかもだって。おお、やっぱり。いや、そうですよね。絶対行った方がいいもん。私も行きます。じゃあ皆さんも明日行ったら佐々木さんに会えるかもしれない。おじちゃん前ひなのこと真面目だって言ってた。え、本当に？本当の話？それ私真面目なんですかね。ね、ちょっと寒い。明日もショールームしようと、なんか
聞いてください。私武道館の日本当に秒で寝てました。帰ってお風呂入ってもう秒で寝る。ひなこちゃんも12階の衣装展示の柱に再会って、もちろん それをトムさんに話してた。そんなことがあったなんて。私今日朝から何も食べてなくて、で今やっとじゃがりこ食べた。ご飯食べる、そう食べる。みんなのせいに揃ってから行くかもよね。2階、ああそういうこと。確かに柱にサインねたくさんあった方があれですよね。みんなだって10月25でしょ。でもいつ行くんだろう。みんな「じゃがりこ何味サラダ」トゥ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 。じゃあちょっとそろそろ終わりの時間にしようかな。じゃ あまずランキングを読みますね。13位あゆみ、ありがとうございます。12位君が落としたまやじさん、ありがとうございます。11位まぼろしさん、ありがとうございます。10位あやか、ありがとうございます。9位ネスカフェさん、ありがとうございます。8位渡辺さん、ありがとうございます。7位ショート、ありがとうございます。6位ゆきたん、ありがとうございます。5位あゆちゃん、ありがとうございます。4位ガリ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 3000さん、ありがとうございます。3位ダブワーアットマークひなこしさん、ありがとうございます。2位ムムさん、ありがとうございます。そして1位はひらっぴアットマークひなこにメロメロさんでした。ひらっぴさんありがとうございます。ひらっぴさんありがとう。ということで、うわ足しびれそう。まなみちゃん、まなみさんのこと、今回のことだったら初めてゆきりんさんにトークして、そうなの、初めて。私はゆきりんさんに誕生日プレゼントをあげました。喜んでくれてるといいな。明日は何時ぐらい、ですね、明日はなんか髪落ちそう、夕方から夜にかけてなんですけど、まだわからないんですよね。だからしっかりお知らせします。最後にニャンちゃんも映るみたい。あなたお顔がちっちゃいわね。ねえ、顔がちっちゃい。ほら、かわいい。おう、びっくりしちゃった。
ということで、皆さん見に来てくださってありがとうございました。またね。肉球見せて、だって。じゃあね、バイバイ。バイバーイ。